はい、皆さん、こんにちは。いやー、皆さんね、本日もね、本当に忙しい。いろんなね、新しい話、新しいニュース等がですね、ポンポカポンポカ入ってきておりまして、えー、本日もね、すでに、ね、動画2本上げてるんですけども、いやー、本日もね、また追加でね、動画2、3本上げなきゃいけないな、みたいなね、そういったような感じで、えー、新しい話がどんどん入ってきております。はい、えー、でですね、今回の話もね、どちらかというと、かなり速報的な話ですね。 というのもね、今から本当にね、30分1時間くらい前に報道されたような話で、いや、ついにですね、時事通信も話の中に入ってきたっていう感じで、まあね、時事通信あたりがね、こういったような話を出してくれることは非常に嬉しいんですけども、まあ例のね、あのー、私もですね、昨日、おととい、3日前、えー、じゃあ,ありませんけども、あの、キャラ官房副長官に関する例のね、マル人ですよ。マル人材の話に関わるような話で、 えー、本当にね、これ30分1時間ぐらい前に時事通信がね、パーンと上げてきましたというようなことで、まあ、ニュースの内容としてはね、もう皆さんご覧になっている方もいられるかもしれませんけど、何せですね、まだ30分1時間前ですので、こんな感じですね。はい、今ですね、ちょっとご覧になってもらっているのは、えー、日本時間の12時45分に、えー、実際に、ね、具体的にウェブ上でも配信されたような時事通信社のニュースです。 でですね、警察庁長官が捜査は公正だよと言ったようなことで、えー、木原氏妻の報道を受けと言ったよね。結局あの、昨日も文春法第2弾がありましたけども、まあ、先週の文春法、そして今週の文春法、まあ、それに伴ったような、ねまあ、事件というか、えー、まだ事件にはなっておりませんけどね、えー、そういったような報道に関して、えー、警察庁の長官が、ね、話をしたというような話です。 ちょっとこの,部分ねこの記事に関してはまあ短いということもありますので全部読まさせてもらいますけれども木原誠二官房副長官の妻がマルン事件の重要参考人として警視庁に聴取されていたと「週刊文春」が報じ捜査の公正さに疑問を呈していることについて警察庁のこれはですね露木康弘長官 は、13日の定例記者会見で、捜査が構成でなかったという指摘には当たらないと述べたという話なんですね。で、中義長官は、法と証拠に基づき適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしていると説明、人権上の理由から事案の詳細についてのお答えは差し控えたいと話したといったような内容で、 まあ、記事の内容としては非常に短いね、まあ、素行的なこの記事の内容だけです。要はですね、警察庁の長官が、あの週刊文春が挙げていたようなですね、そういったようなことに関して、まあ、否定したといったようなことで、 もともとですね、あの、ね、種尾さんがお亡くなりになったのは2006年。そしてですね、なぜか12年も経った後にですね、えー、優秀な、えー、確か係長だよね、係長の女性刑事、えー、の方が、えー、この種尾さんのご両親に対して、具体的に捜査、捜査というかね、また取り調べを始めますというようなことで、まあそういったようなね、 具体的に160分にもわたるですね、その聴取に関わる録音テープがあるということで、昨日の文春でもですね、実際に記事に上げ取りました。要はですね、どういうことかっていうと、もともと2006年には自丸だという、自らということでね、自鳴の話だというようなことで、マル人,人の罪だとか、そういったようなことではないというようなことで、一旦捜査を閉じたんですけども、 方やですね、12年経った後に、さっきのね、この女性の優秀な刑事の方がですね、具体的に捜査をまたね、開始したわけですよ。といったようなことにもかかわらず、8ヶ月経ったらですね、何の前触れもなくですね、いきなり捜査が縮小されたといったようなね、これは昨日の文身法の記事にも書いておりましたね。そういったような話ですよね。といったようなことはどうなんですか今回ね、このおそらく今朝方ね、ね この警察庁長官のね、つゆ長官が言っていたのは、捜査が公正でなかったという指摘には当て、当たらないと。全然おかしいよね。だってこの公正、捜査が公正でなかったから再捜査したんじゃないですか違うんですかっていう話ですよね。これがね、実際に公正でなかった、えー、といったようなね、指摘に当てはまらないっていうんだったら、もうちょっとね、詳しいことをね、 え具体的な証拠とともに,とともにですね述べてもらわないとこれ国民納得しないよね。だって一番最初の2006年の調査が。 公正でなかったから2018年にまたいきなり始めたわけでしょで、いきなり始めて、えー、昨日の文春のですね、実際の記事の中にも書いておりましたけども、その女性の刑事に至ってはね、なんとか頑張ってやりますみたいな話が出ていたわけですよ。なおかつこの160分にわたるね、えー、その実際の録音がテープが保管されているわけだよね、文春にはね。といったような中で、捜査が公正でなかったという指摘に当てはまらない。 でなおかつですね人権上の理由から事案の詳細についてのお答えは差し控えたいもう全然これ説明に至ってないですよねこれはっきり言って私なんか思いますけどもこれ警察庁が長官自らの口でですねこの警察に関するですね恥を上乗りしているというふうに 私なんかは思えちゃいますけどね。もう一回言いますよ。2006年の実際この自丸ということで1回ね、コールドケースになったようなものを2018年に1回蒸し返してるわけですよ。その時点で捜査が具体的に公正でなかったというようなことを警察庁としては認めたわけだよね。にもかかわらず2回目のこの捜査に関しても8ヶ月経ったらね、 何の前触れ、それこそご両親に対する何の前触れもなくね捜査が縮小された。どう考えたってですね、捜査が公正じゃなかったってことでしょ、ね、で、この口だけでですね、ただ単に捜査が公正でなかったという指摘に当てはまらないってそれだけしか言わないわけですよ。おかしいよねって感じですよね。どう これを受けてね、皆さん、どのように思われますか私はもう単純ですよ。もうね、何でも言えるこの YouTube なんて言っちゃいますけどね。もうどう考えたってね、これね、何らかの、ね、圧力がかかってるんじゃないの何らかの影響,力影響が加わってるんじゃないの、な,ないんですかそれによってね、えー、この警察庁の長官も、つゆきさんもね、こういったような形で言わざるを得なかった。それがね、ね誠の事実なんじゃないんですか本当、事実知りたいよねっていう感じですよね。 いや、本当にね、思いますけど、もう日本どうなっちゃってるんですかね。日本の司法はどうなっちゃってる。それこそ日本の警察もどうなっちゃってるんですかっていう感じですよね。こういったようなね、えー、国家権力、大きな権力に関しては結局ひれ伏すしかないんですかというようなことで、あの安田さんのね、えー、実際ご両親、本当にね、怒っちゃうよね。怒りが本当ね、 しみじみとい,うというかですね、もうね、しんしんと怒りが湧いているんじゃないかな、みたいな感じを私も受けちゃいますけどね。えー、といったようなことで、えー、ちょっとね、冒頭でお話ししましたように、これね、えー、さっき言ったように、日本時間で本日の12時45分。 えー、というようなことで、今から本当ね、まだね、発表されてから1時間ぐらい前の話なので、ほとんどの方がね、まだご存知ないんじゃないかなという感じがいたします。ので、さっきちょっとね、こちらで貼り付けてもらいました通り、もしくはね、このね、えー、実際のこの時時 .com、時事通信の 記事のね、URL に関してはいつものごとく私のこの動画のね、概要欄に貼っておきますのでえ、後でまたゆっくり見てくださいっていう感じですね。おそらくね、これヤフコメなんかもこれからね、相当荒れるんじゃないかなっていう気がしますね。まだとにかくね、出たばっかしなんで、まだヤフコメもね、ほとんど入ってないんですよ。まだほとんど入ってない。でもやっぱりね、ほとんど入ってない中でもね、ちょっと入ってる中を多少紹介するとね、 やっぱり長官は木原に忖度したかそういうふうに思っちゃうんだよね。だからどうせこういったようなことで公正だっていうことを言うんだったらもうちょっとですねしっかりとした説明をしなきゃね納得できないもんねっていうことですよね。 まあそういったようなことだと思いますよ。おそらくね、これまだまだね、えー、ヤフコメなんかほとんど入ってないんですけど、これから相当入るんじゃないかなっていうふうに私は予想いたしますね。はい、といったようなことで、ちょっと速報的にこの件に関してはお話をさせてもらいました。またおそらくね、皆さんからも多くのね、なんだみたいなね、忖度するなみたいなコメントがあるんじゃないかなっていう気がします。まあそういったものに関してはね、私もすべて受け止めますので、よろしくお願いしますって感じですね。 はい、今回もありがとうございました。それでは、バイバイ。